今日はですね、東北芸工大に来ています。八代敏郎さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。八代さんは今、芸工大の写真を教えていらっしゃる、はい、そうですね。芸工大の映像学科の中で写真を教えています。写真はコースになるんですか？コースではなくて、まあ、専攻ですね。専攻、うん、そこまで厳密に分かれてなくて、うん、映像学科っていうところで学生が入って、うん、でそこでもう自分の好きなメディアをやるんですけれども、うん、一通りやった中で、まあ、写真を専攻するって、はい、ガチガチにコースには決まってます。何人ぐらい？まあ、60人、一学年60人定員で、それで写真を最後に卒業制作で写真をやる子っていうのがその中でも5、6人ですね。あ、はい、そんなに多くないんですね。そんな多くないですね。先ほどね、暗室を見せていただいたんですけども、うんうん、はいはい、最初にできた時のニュースではものすごく立派な暗室があった、うん、記憶があったんですけども、はいはい、今プレハブになってますね。そうですね、うん、やはりね、時代の波もあって、 そうですね、その代わりデジタルの設備すごいですね、うん、そうですね、まあ、かなり良い機材が入ってるような感じでしたね、はいはい、大型プリンターから、うん、あとは先ほど7階ギャラリーで展示ご覧になっていただいたんですけれども、うん、はい、大型プリンターで引き伸ばしたプリントした、はいはい、アウトしたものをアルミ飛行合板で貼って、それで展示するっていうところまで機材が用意して、裏打ちをする機械まで揃ってて、はい、そうですね、かなり設備充実してるなっていう印象は受けたんですけど、最近芸工大っていうとね、うん、話題になるのがルックバックだと思うんですけどね、はいはい、僕もたまたま映画を見て、うん、これもしかして芸工大って思ってたら、うんうん、テロップに、テロップというか最後に入ってて、うんうん、まあ、やっぱりっていう、うん、東北のイメージがすごく強かった、ね、うんうん、今は、芸工大っていうと、うん、藤本さんの方になりそうですね、はいはい、ですので芸工大のね、はい、芸工大に入りたい、勉強したいっていう学生も、はい、藤本辰樹先生の効果でね、増えてきましたね。でしょうね。来年もっとすごいことになるかもしれないですね、はいはい、じゃあその、矢野さんが今作っている作品がすごく先ほど見せていただいたの面白かったので、はい、 ありがとうございます。なんか聞くところによると小学校の教科書にも採用されてる、はいはいはい、うん、そうですね、はい、高校ですね、高校ですか、高校ですね、高校の教科書に採用されていて、はいはい、杉本博と並んでるっていう、うん、並んでるというか話をたまたまはい、でこのちょっと作品を、はい、見せていただきたいんですけども、はいはいはい、ちょっとこれ、うん、手元で、はい、こちらの方がいいです、ね、そうですね、ちょっと立てていただければ、はいはい、これが表紙が、はい、ここですよね、うん、これですね、これが、はい、これが、うん、もうちょっとごめんなさい、もうちょっと上のほうですか、はい、この黒ですよね、はい、この黒いのがね、これが何かっていう、はい、これは八代さんですね。そうですね。これが僕がパフォーマンスしてる様子が、はい、写真に撮影するとこうなりますね。どういうことなんですか、ね、これ裏表紙にちょうどこう同じね、裏表紙にこの種がありまして、はい、でここがこういうスケートボードみたいな回転板作って、うん、そこでくる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 僕が回ってる写真を撮ります。自分でこうやって回すんですよ。そうですね、自力 でそうするとこれが、うん、要はチビクロサンボみたいにぐるぐる回って、うんうん、溶けてなくなりましたって、うん、バターになっちゃいましたっていう、あの話ですよね。そこにブラックホールが生まれるって、うんうん、そうですね、一体何事かと思ったら、うんうん、まあ、実は八代さん自身が長時間ロコで写ってたんですね、はい、そうですね、うん、こうやってこの時は黒い全身タイツを着て、はい、でくる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 回っている。全身タイツの色のバージョンもあるんですか。そうですね、この時は黒で、黒を使いました。でワークショップなんかね、はい、いろんな、ところで例えばね、小学校だったら、はい、うん、文化施設だったり
でそういうところはあのカラフルな、うん、全身タイツを選んで、選びます。八代さんがそこに行って全身タイツ着てくるくる回って、うん、それをあ撮影をしてそれを見せていくっていう感じですね、うん、そうですね、はい、これ場所どこですか、ね、これはねあのフランス の,、はい、あのロワール地方 の,、はい、あのお城ですね。これを借りたわけですか。ね、ちょうどこの時に、はい、ポンピドゥセンター の,、はい、あのキュレーターの方 の,、はい、あの紹介で、はい、それで、世界中から12人 の,、はい、あの写真家が集まって、はい、それでアーティスト・イン・レジデンスみたいな形で、はい、でお城を一人一つ、受け持ってそれで制作とあのたあ滞在と制作をしてそれで展示もするっていうプロジェクトですね。それにあの誘われまして、このいろんなねロワール地方の、うん、僕はバランセーっていうお城を担当したんですけれども、うん、そこを拠点にしてこれ個人のお城なんですか。個人のお城もあれば、うん、はい、フランス政府がフランス政府が、持ってるっていうところもあると思いますね、うんうん、こんな感じですね。これはすごい場所だな、場所性だな、うんうん、これは右と左別々に取って、センターでつけてますね。そうですね、はい、そうですね、センターでつけてますね。でこれはなぜ右と左でいう作品かというと、うんうん、もともと私はこの前にあの銭湯のシリーズを作ってまして、はい、銭湯も男と男湯と女湯で一つ、男湯と女湯でまあ人間っていうような形にしています。そういう空間で、この場合も回転界という僕が名付けたシリーズなんですけれども、回転と展開で回転界で、それもこれ左右があるっていうのは、うん、右の写真は右回転で僕が回転して、で左の写真は僕が左回転で写真を撮ってます。それを、左右こうやって分けて撮って、ここ2枚1組でつなげるっていう作品です。でそうするとこのようにパノラマになって見えてきます。はい、うんうん、独特のパースのパノラマになりますね。うん、そうですね。それで長時間録音で僕が、うん、これ大判カメラ、シノゴの大判カメラ、うん、フィルムカメラを使ってて、それで撮影してます。何秒ぐらいですか。でここ場所によって違うんですけれども、はい、そうですね、うん、適正録音が室内の明るさによって違うので、はい、秒数変わってくるんですけど、うん、この時はもうろうそくのような明かりの電灯しかなかったんですよ、うん。でそうするとこの片方だけで、うん、録音時間が1時間ぐらい、1時間、はい、で絞り込んで F64 に絞り込んで、うん、手前から奥までピントを合わせましたから、これ1時間ぐらい録音してましたね、うん、でゆっくり僕はこれ回転して、うん、1時間、1時間1時間回ってる1時間回ってます。それがルールなんですね、はい、そうですね、はい、短いと何秒、ね、短いと、うん、短いともう外なんかは、はい、ND フィルターをつけて、はいはい、もう、うん、一回転もできなくなるので、うんうん、短いとシャッタースピード速いと逆に、はい、結構難しくて、はい、うん、ND フィルターつけて、まあ、1秒ぐらいですかね、はい、外の時はね、はい、場所によって違いますね、うん、はい、何秒がちょうどいいとかってあるんですか。そうですね、自分の場合は何秒でも大丈夫なんですけれども、うん、ワークショップで、はいはい、人に、はい、回転してもらうワークショップをした時には大体20秒がちょうどいいですね、うん、うん、なぜかというと早くてもすぐ、すぐ終わっちゃうし、長くても飽きちゃうし、うん、みたいな。体験時間としては20秒、体験時間は20秒が、うん、ちょうどよかったですね、はい、でこの黒い方のやつはそれに対してズレっていうのが、そうですね、入ってますね、はい、こちらは、
こちらはカラー版は、あのこうやって左右右左で、うんうん、右回転左回転の作品です。でこちらはこれ後ろ見ていただくとこんな感じで見えますか、はいはい、カメラシノゴのカメラを2台つけて、うん、先ほどのシリーズは1台で使うんですけれども、はい、これはステレオカメラのように2台で、うん、レンズとレンズの間何センチっていう決まり事は決まり事は、はい、うん、大体これもあれですね、あのこの三脚の幅だったんですけれども、うん、あのなぜ2つつけてるかというと、うん、ステレオカメラのように、うん、の撮影するためにこれ、まあ、いわゆる視差ですね、はい、視差を使いますね、うん、それでこれもあの右のカメラは右回転で、うん、左のカメラは左回転 で、ので使います。で1台ずつ別々に撮影します。そうですね、はい、別で撮影します。でそうするとこちらの表紙でよくわかると思うんですけれども、うん、例えば右回転だけだとこういう一つの写真で、左回転を足すと、はいはい、うん、あ、面白い印刷になってるんだ、ね、はい、プリントアウトするときに、はい、このようにここでフィルムを2枚合わせてプリントアウトすると、うん、こういうような感じになるっていう、差があるからズレが出るんですね。そうですね、ズレがあることによって周りがグワーって回転しだすみたいな効果を狙ってこれは撮ってます。でそうするとこのシリーズはこれ全部右回転と左回転を、うん、右回転と左回転を合わせた、うん、写真になってます。で、これは僕がフランスに当時あの滞在してたんですけど、うん、あのこっちは ロワールの方で撮影して、はい、こっちはあの滞在先のフランスの パリ近郊で撮影しました。ですのでこれセーヌ川のね、うん、ほとりで僕が回転したパフォーマンスを行っている写真になってます。ズレを持ち込もうと思ったなんかきっかけはあるんですか？そうですね。もともと、うん、パリは、うん、あのステレオカメラがものすごく、うん、そうですね、うん、観光用として発達してたので、うん、何かパリの写真の要素を取り入れたいなと思って、うんうん、ステレオ写真の撮り方にしました。はい、あの今でも露店かなんかで売ってますよね。そうですね、はい、はい、うん、回る意味合いってのは最初に なんでそれ回ろうと思ったんですか、うん、それは、うん、あの僕 の、 あの考え方というか、うんうん、あのちょっと悩ん いろいろ作品を作ってる上で悩んでる時があって、うん、それでなんでこんな悩んでるんだろうなっていうふうに思ったんですよ。でそうした時の悩みの元って何かなって思った時に、うん、僕が見るものがいろいろ違って複雑に見えるから、うん、それが複雑に見えてなんか頭のなんかの、はい、脳がなんかあの反応してすごく複雑に考えてるんだなと思ったんですよ。それをいかにして単純に考えようかなと思った時にどうやってこれを物事を単純に捉えたらいいのかっていうところで、うん、それでこの複雑なものを一回なんか単純なものに還元したいなと思ったんですよ。でそうした時に物を何でもいいので物をこういうものもこういうものも形とか全部違うんですけどこれをぐるって回転させれば全部同じ形になる、うん、なるってことに気づいてそれで始めました。なる、うん、それ僕が安心するためにそれを始めたことなんですけれども、うん、それでもこれも右回転でも、ね、
こういう回転体になるし、はい、左回転でも回転体になるし、うん、これはなんかすごく単純なんだけど、うん、なんか奥が深いなと思って始めました。こういった形があるからものだっていう認識するけども、うん、それを回転させてしまうと同じものになってしまうっていうんですよね、うん、そうですね、うん、だからこれ人間も人間じゃなくて、うん、一つと塊になって、そうそうそう、すごいシンプルな、そうですね、黒い塊っていうかね、まあ、ブラックホールっぽく見えますよね、そうですね。それとあと写真が面白いところは、なんか粒子に還元されてるっていうところが面白くて、で塊に見えてるようなんだけど、写真を返してしまえばなんか粒子の存在になってしまうっていうところが、なんか魅力、写真のメディアを使っている、うん、なんか魅力、この作品を作ってるところなのかなというふうに思いました。これがね、全身タイツを着てね、パフォーマンスしてるものなんですけど、これ メラメラバチコイってシリーズ、新しいシリーズ作ってます。でこれはあのメラメラバチコイっていう言葉から生まれたパフォーマンスなんですけど、メラメラバチコイもともと造語ですよね。そう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 、もともと造語なんだけど、うん、なんかメラメラしてバチコイすることそれで今なんかあの小学生の6人に1人は、はい、日本の6人に1人は、うん、なんかあの将来の夢が なかなか見出せなくて、うんうん、っていうなんか悩みを抱えてるみたいですね、うん、それでなぜ悩んでるかっていうと、うん、あの大人たちがなんか疲れてたり、うん、楽しそうじゃない感じに見えてるみたいで、なんか大人になりたくないなっていう子供がなんか増えてるみたいです。でそれなんかちょっと良くないんじゃないかなっていうふうに思って、うんうん、それでなんか僕はこれアートってものすごく楽しいし、作ってることはすごく楽しいから、うん、楽しいことを見せるっていうあのパフォーマンスをしたいなと思ってます。もともとあの回転会でパフォーマンスも含めた作家活動をしてるので、うんうん、なんかあの作品を作るっていうことを見せるだけではなくて、うん、作品を作ること自体面白くて、うん、楽しいし、なんか人生のなんかね、あの役に立つっていうか、うん、くだらないことなんだけど夢中になるっていうことはなんか素晴らしい、うん、面白いんだよっていうような気持ちを込めた、作品になってます。これどういうパフォーマンスになるんですか、うん、これね、はい、うん、これ VR ゴーグルをつけて、はいはい、VR でこうやってあの VR で、彫刻を作るっていうパフォーマンスなんですけれども、うん、その彫刻を作るっていうところも見せながら、うん、その作品とあとできた 3D、これ VR で作るので 3D のオブジェクトができますんで、空間の中、うん、それをキャプチャーすれば写真作品になりますし、それをこうやってプリントアウトすると、うん、あの 3D のオブジェクトにもなります。これ全員が同時視聴するっていうイメージなんですか、作ってるところを他のオーディエンスたちは、うんうん、そうですね、同時視聴もできますし、うん、で後で自分も体験することも可能になってきます。僕の回転会のパフォーマンスも最初自分で、うん、あのパフォーマンスをしてたんですけれども、うん、今はいろんなあの方に参加していただいて、うんうん、参加型ワークショップみたいのもやっています、うん、それと同じようにこのかあのメラメラバチコイのシリーズも僕が始めるんですけれども、うん、周りの方もあの周りの方にもあの参加してもらうっていうような感じで、作っています。この名前が秀逸ですね、メラメラバチコイですねうん、うん、なんかメラメラしてバチコイするね、うんうん、でこれもあのこの言葉から、はい、
うん、何をどういう作品にするかっていうのを作りました。なる、うん、これ突然思いついたんですか、メラメラ、うん、メラメラバシコイって言葉はね、なんか降りてきて降りてきて、それで1ヶ月で作品を作ろうって、はい、うん、自分の中であの約束として決めて、はい、それで、1ヶ月以内に1ヶ月以内に形にしました。はい、はい、でその時にいろいろ絵描いたり写真撮ったり、うん、いろんなことをしてたんですけど、新しいことをしてみたいなと思って、うん、VR をかあの利用した作品にしました。はい、面白いでパリの後ね、はい、あのドイツのケルンのメディア芸術大学っていうところにいたんですけれども、うん、はい、それはねちょうどパリの時に2001年だったから、ほとんど20年前ぐらいだったんですけど、当時ねあのケルンの大学で、うんうん、あの VR のようなことをしても、うん、なかなかね実現しなかったですね、うん、だけどこの20年経って今あのテクノロジーがすごく発達してきて、はい、誰でもなんか簡単に、うんうん、そのテクノロジーが使えるようになって、うん、すごく、ね、あの便利だし面白い時代になったなというふうに思いました、うんうん、で本当にねなんかやりたいことがね今できるような、うん、なんか時代になってきてるかなというふうに思います。写真はテクノロジーとともにね、うん、表現が進化してるっていうのがありますもんね、うんうん、そうですね、ということで今日どうもありがとうございました。はいはい、ありがとうございます。